8番、笹本健人さん。はい、笹本さんね、前年優勝の笹本さん。はい、続いてゼッケンナンバー23番、村上源太郎さん。はい、館内の、ね、初出場で、はい、はい、続いてゼッケンナンバー4番、新沼翼さん。はい、横浜ロイヤルパークホテルのね、新沼さん。はい、続いてゼッケンナンバー2番、新井博さん。はい、新井さん、はい、どうぞ。はい、デビルトークですね。はい、そして最後はゼッケンナンバー12番、古川修樹さんです。はい、今回のこの総合レース、今初めて発表したんですけれども、個人女子総合決勝の後に、ね、はい、総合男子がありますので、まずはこの後は女子でいいですね。女子で、はい、ごめんなさいね、先に並んでくる、ごめんなさいね、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、言い忘れちゃいました。まず次レースは女子の決勝を行います、はい、その後、総合の決勝、今先ほど名前5人読みましたけれども、こちらのメンバー、女子の決勝が先ですね、はいはい、で個人の決勝、はい、その次団体決勝、はい、決勝が3つ繋がってきますので、はいはい、ね、では女子の皆さんご準備をお願いします。なんとかね、持ってくれればいいですけど、ちょっと3分待ってください。では、はい、女子の決勝進出者発表していきたいと思います。ゼッケンナンバー42番、小峰夏美さん。ゼッケンナンバー44番、渡辺咲希さん。ゼッケンナンバー38番、吉田彩香さん。ゼッケンナンバー49番、伊藤きららさん。ゼッケンナンバー35番、鈴木ゆりさん。はい、以上のメンバーです。全部横浜ホテル対決みたいな、まさに本当にそうなりますね。メインホテル東京から渡辺さんと吉田さん、同じくロイヤルパークホテルの一人、伊藤さんとベイシラトンホテルの鈴木さんですね。鈴木さんは初になります、ね。はい、鈴木さんは初でね、はい、さあここのスターター、はい、はい、スターターを紹介したいと思います、はい、女子決勝のスターターは、はい、原田さん入っております。はい、横浜ベイホテル東急の、レストラン統括支配人、原田様お願いいたします。はい、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 女子の決勝ですね。女子決勝、はい、はい、個人、総合決勝レースへと移ってまいります、
戦、決勝、はい、決勝でございますので、はい、男性5人の戦いになりましたね。女性1人、ね、準決勝いたんですけどね、はいはい、男性、はい、はい、では男性の皆さんお呼びしてね、はい、はい、では総合の決勝進出者、笹本さん、はい、村上さん、新沼さん、新井さん、古川さん、はい、準備の方を進めてください。こちらはね、ホテルのね、3名に、あとレストランの方が2名、コロワイドさんと館内ノートさん、2人ね、参加してますから、はい、そうですね、はい、今回の、まあ、もちろん昨年優勝した笹本さんというのも当然ですけれども、ね、はい、初出場が2人も、そうですね、3名の方が、ノートの村上さんと、インタコン、古川さん、古川さん、初出場ということで、はい、はい、同じくスターターは原田様お願いいたします。いや緊張する。振り返ってみて